こんにちは、ラスト企画、阿部ちゃんです。花です。はい、皆様、はい、この度は大変申し訳ありませんでした。どうしたんですか？ですね、なんで謝ってるんですか？前回、はい、メルセデス・ベンツのお車を2台紹介した時にね、はい、某おじさんがちょっとあまりにもイメージでベンツを話しすぎてしまったんですね。尖った発言してましたね。はい、やっぱそれをね、ご覧になったメルセデス・ベンツがお好きなお客様からお電話をいただきまして、ご意見を頂戴しましてですね、はい、しっかり紹介してくれと。うーん、ね、あんなイメージだけで僕らの大好きなベンツをそんな風に言わないでほしいと、うん、やっぱ車好きの方が見てますか、うちらのチャンネル。そうなんです、なので、今回はね、そちらのご意見を受けまして、はい、今回入庫したベンツをしっかりと皆様にご紹介していこうとしているんですが、はい、ぶっちゃけあんまり分かってないじゃないですか、ベンツのことって。チーム女子特に分かりません。そうだから、概要のところでね、皆さんに分かりやすいようにご説明しながら、はい、こちらの車結構実はすごい車なので、ね、そういうところも皆さんに お伝えしてね、はい、行こうかなと思ってますので、ぜひベンツ好きな皆さんもご覧いただければいいかなと思います、はい、間違ってたらコメントで修正いただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。トランスト企画 LINE スタンプ第3弾、かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。でもこれ確かにね、はい、番組をご覧になってる世代の皆さんと我々の世代でベンツへのイメージってだいぶ違うと思うんです、はい、で特にうちのみーくんなんかは、はい、もうベンツといえばもうすごいお金持ちの社長さんとか弁護士さん、医者、お医者さん、うん、もしくは、そっちの業界の人たちが乗ってるような、はい、イメージだと思うんだけど、そうですね、もう我々世代になるとベンツって結構当たり前に世の中に、日本の中にも、そうですね、いろんなモデルが入っているので、はい、自分らとしてはそこまでね、はい、そのなんかすごく特別な、うん、ベンツといえばものすごいこうなんだろう、お金持ちのステータスみたいなイメージは昔の人よりはちょっと薄れてる。確かにそうですね、と思うんですよね、はいはい、その中でですね、ベンツのこのモデルってどういう展開してるのかって知ってる？なんか G とか A とか E とか S とかいろいろありますけど、そうアルファベット順なイメージだったんですけど、うん、そうですね、アルファベット順ではあるんだけど、はい、今一度どういうモデルが存在しているのかっていうのを皆さんにちょっとご紹介したいと思います、はい、あ、知りたい。ちょっと私も全て覚えきれなかったので、はい、ちょっとカンペの方見させていただきますね。もうぜひぜひ、はい、ではまずは、はい、ベンツといえば、うん、セダンですよね。セダンですね、やっぱり、はい、もうベンツ BMW は自動車史におけるセダンとかスポーツクーペを作る、うん、もう先駆者ですから、うん、もうイメージすごいあります ね。だってダイムラーベンツってそれこそね、自動車の形がこうなる前からもうね、そうなんだ、ほぼほぼ最初の車を作ったぐらいの勢いのメーカーでしょ、皆さん、はい、ご存知だと思いますけど。そうなんだ、はい、じゃあちょっとまずね、まず展開しているセダングレード、おー、どういうモデルがあるか、はい、皆さんにお伝えします。まずは一番こう代表的な E クラス、おー、聞きます ね。これどういうものが有名だかっていうと、前回ご紹介したような W124 って呼ばれる形式の 500E っていうモデルが、はい、要は E クラスに属するモデル、はい、だからミドルセダンっていうのかな、ちょうど E クラスみたいな。そうだね、ちょうど E クラス、はい、はい。で次に最高峰、はい、S クラス、あーやっぱ S なんだね、一番こうラグジュアリーで形も大きくてね、うん、っていうクラス、満載装備な。そう、次に SL、 SL はクーペもあるんだけど、はい、もう少しスポーティーなオープンタイプがあったりとかね、SL っていうクラスがあったり、あとは CL っていうクラスがあったりとか、はい、であとは単純な C クラス、はい、今回ご紹介する車も C クラスなんだけど、そうなんだ、そう、一番ね、こうなんて言うんだろう、なんて言うの、そこまで大きくもないミドルサイズセダンみたいな、うん、なんかベーシックな感じの大きさですよ ね。はい、ここが一番乗りやすいというか、はい、そういう世代の
クラスです、うん、で他にはもっと細かいところ言うと A クラス、B クラス、CL 系クラス、SL 系クラス、CL、S クラス、M クラス、R クラス、GL クラス、V クラス、G クラスだいぶアルファベット使っちゃってますね。そんなにあるんだ。みんなの身近なところで言うと CLK とか、うん、SLK とかあとは G クラスでね。G クラス、ね、G クラス皆さん好きじゃないですか。あのテレンデを代表されるようなもの、はい、あると思うんですけれど、まあ、今回ねご紹介するモデルがこちらは C クラスの C45 っていうモデルなんです。あ、ごめんなさい、 C43 っていうモデルです。はい。でその世代ごとにこのベンツのセダンの型式もいろいろ違いまして、はい、まあ、スカイラインでいうと3233、34みたいな感じで、このベンツは W201、 あ、ごめんなさい、 W202、 202、はい、W202 っていうモデルの、C43AMG っていうモデルです。 AMG はやばいって聞きますけど、はい、AMG ってどういうメーカーかっていうと、はい、まあ、日産でいうニスモだよね。あー、わかりやすい、うん、ね、今ほら GTR ニスモとか、そうですね、ね、セレナニスモとかって出してますけど、もともと一応ベンツをベースに、はい、こうレーシングカー作ったりとかチューニングしたりっていうメーカーで、もともと別の会社だったんだけど、はい、今はメルセデスの中の子会社になって、もうモデルのグレードに AMG があるような、あ、まあ、そういうやり方で展開しているんですが、はい、まあ、今ほらいろんなねベンツに AMG グレードとかってあると思うんですけど、一緒にコラボを始めたのってこのモデルが一番最初だったんです。歴史がスタートしたのは、そうなんです、このお車から。それまでは別々だったんです。すごい、ね、そういう歴史的なモデルなんです。歴史的一台ですね。そうなんです。だって今ではなんかベンツプラス、うん、やっぱ AMG が一番のステータスみたいな、うん、そうだね、あ、ベンツだけど AMG じゃないんだみたいな風潮もあるぐらい、うん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 、もう有名ですよね。そうだね、 AMG はだからなんかもう一番こうトップグレードみたいな立ち位置に今はいるんだけど、はい、当時は今 AMG って言ったじゃないですか、はい、その呼び方じゃなかったんです。どういう呼び方ですか。アーマーゲーって言ったんですよAMG じゃないんです、アーマーゲーなんです。おじさん言いがちかも、はい、アーマーゲーって BMW じゃないんです、ベンベーなんですベンベー、はい、KGB じゃなくてカーゲーベーです。カーゲーベー、はい、全部ベーみたいな。これもアーマーゲーってまだ言われる時代の、まあ、最初のモデルだよね。うん、はい、そうなんです。 それをこれは買い取り、これも買い取りです。持ってるんだ、持ってる人は。そうだから、ベンツ好きな方って本当に思い入れが強い方が多くて、前回の動画ご覧になった皆さんには非常に申し訳ないんですけれど、このオーナーさんも、はい、もう長年この AMG をそうですねお持ちになられていて、うん、ただねすごいトラスト企画の、はい、もうズブズブというかド信者というかもうこれも好きだし、トラスト企画も好き。そうなんですよ、珍しい組み合わせだ。だから非常にありがたいことに、はい、こちらのお客様も筑波店にね持ち込み査定で来ていただいたんですけど、はい、なんと来ていただいた先が大阪、はい、関東じゃないの。はい、なんともう弊社に売る前提でね来ていただいたんですけど、大阪から弊社の筑波店までラストドライブみたいな、まあ、もう締めのドライブということで来ていただいたんですよ。すごい、はい、だからもう記念にね撮らせていただいてるっていうところなんですけど、すごい、はい、しかも入港したてほやほやですもんね。そうですね、わあ、まだ大阪の香りが残ってるかもしれないなんかちょっと大阪っぽい雰囲気は感じる。そう、あ、感じますか。なんか勝手なイメージですけど、こういうなんかちょっと古い系のベンツにずっと乗ってる方って、はい、なんか関西の香りがあします。しますね。ナンバみたいな、うん、大切にこうガレージにしまってそうな。うん、確かに。そうそうそう。まあ、そんな感じでですね。あれなんですか。これ C43 っていうモデルで C クラスっていうね、はい、モデルだと思うんですけど、ベンツって皆さん高級車のイメージ、あ、でも花ちゃんとかかなちゃんは高級車のイメージとかゲレンデのイメージってあると思いますけど、うん、我々からすると、はい、もう非常に歴史の古いレーシングカーの、はい、なんていうの、モータースポーツにおける
ものすごい老舗なわけ。そうなんだ。だってモータースポーツができ始めた頃からもういろんなカテゴリーに参加しているメーカーですよ、うん、メルセデスベンツっていうのは。もともとでも、まあ、車作ってたけど、うん、モータースポーツがメインとかだったんですか？いや、そんなことはないと思います。どっちも両立してやってた、うん、そうそうそう。フェラーリとは別で、うん、あのレースするために車を売るっていうよりかは市販車もあるし、まあ、より良い車を開発するためにレース参戦するみたいな、まあ、メーカーなんですけどね。それを古くからやってる。でもこのメルセデスベンツの歴代のレーシングカーってすごくあのドラマが多くて。ドラマがあるんだ。そう、好きですよそういうの。まずね、この C クラスっていうこのセダンの形の車が活躍してたのって主にどういうカテゴリーかっていうと、はい、DTM ってカテゴリーがあるんです。聞いたことないですね。ドイツツーリングカーなんとかチャンピオンシップみたいな、うんうんうん、DTM ドイツ国内のツーリングカー選手権みたいなのがあって、はい、まさにこの W202 の C43 がもうレーシングカーの形になって参戦していたんですけど、はい、そのドイツとか日本ってさ、やっぱ技術の最先端の国じゃないですか、自動車工業で行くと。そうですね。でその頃ってもうで、その DTM に出る車の開発費って要は四輪のトップカテゴリーのレースの F1、はい、ともう同じくらいの開発費がかかってたんです。それぐらい費用かけて、もう電子制御、はい、ハイテクデバイス満載だったんですよ。そうなんだ。そうだから当時できる最先端の技術を盛り込みに盛り込みまくったレーシングカーだったんですよね。すごいですねそれ。だからなんか本当普通では考えつかないようなドッキリハイテクメーカーとかがあったりしてやり始めとか模索中だから。そうだから一例を出すとね、はい、車って走ったりするとき横に曲がるとき傾いたり、うん、前後に加速したり減速したりするときってこう傾くじゃないですか。そうですね、ねじれたりとか。そうだけどレーシングカーって傾かない方がいいんですよ。まっすぐそのまま。そう、なぜかというとダウンフォースっていうものがあって、それが車高が変わったりとか、はい、フロアが傾いたりすると狂ってしまう。ね。だから例えばブレーキを踏んで減速すると前に車がこう、はい、ちょっとこうなります ねつんのめるじゃないですか、うん、それを起こさないようになんかこう十字のレールがあってね、はい、それにこうウエイトが自由にこう動くわけですよG を感知して、あ、そのグラビティを感知して、ここ浮いてんなと思ったら、ブレーキして前につんのめってるなと思ったら、このウエイトが後ろにこう移動するわけ。すごい。だからいかなる状態でもぺったんこフラットで走れるようなメカニズムがあったりとか、すごい。そういうのを満載してしまった結果、はい、開発費がもう膨らみすぎて、うん、でもう電子デバイスに頼った車になってしまったので、おもうカテゴリーごとちょっと消滅しちゃったというか。カテゴリーごと、そうすごいですね。もうやってられんと作る側も金かかりすぎやと。うん、ね、でもすごい人気あったんですよ。面白そうですね。あとベンツのレーシングカーで一番モータースポーツ誌でも語り継がれる車って、はい、ルマンに出てた CLK GTR LM かなっていう車があるんだけど、はい、その車ね、ルマンを走って、ルマンってまっすぐのストレートが3キロぐらい続くとこあるんだけど、長いですね。そこで車が宙返りしちゃったんですよ。まっすぐなところなのに。まっすぐなのに、ちょっと車体 の、 そのダウンフォースのバランスが悪くて、はい、フロントが抜け気味で、リアにすごくダウンフォースがかかってて、ちょっとこうバンピーなところで乗り上げちゃって、もう2回転半ぐらい宙返りしちゃう。やばいで、スピードも出てるし、スピードも出てるし、やばいですね。すごいでしょ、はい、だからモータースポーツにおける一番有名なクラッシュかもしれない。そうなんだ。そう、それを最後にメルセデスってルマンからちょっと遠ざかってるんだけど、ああちょっとトラウマになっちゃったのかな。そう、今ルマン出てないけどね、うん、ベンツはその代わり F1 で活躍してますけど、出てますね、うん、だからなんかもうすごい、やるときはもう惜しみなく突っ走ってしまうっていうイメージですね、はい、うん、そのイメージは確かにありますね、はい、外車の中でもやっぱベンツって丈夫なイメージもありますし、うん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 、すごいタフな車っていうイメージありますね。まあまあ、はい、まあ、ちょっと最近のモデルはわからないですけど、うん、この世代のモデルだと逆にそうかもしれない。あ、
こっちの方が今よりタフというか、というかあのやっぱり作り込んでる、お金がかかってるね。そうなんだ。まあ今ねちょっとコストカットとか言われる時代ですもんね。そうそう、この車はすごくて、まあ C43 の AMG なんですけど、エンジンの方は 4.3 リッター V8 です。そんなにも大きくないですよ、車体的には、うんうん、そうなんだけど、なのにやはり特別なね、はい、AMG グレードですから。これね、開け方がちょっとこうですね、独特ですね、はい、これ見てください。この W202 にもいろんなモデルあるんだけど、はい、一番スポーティーなグレードですよね。なんか全部が大きいっていう感じしますね。そう、 4.3 リッター V8NA の306馬力だったかな。うわぁ、純正でそういるのかって感じですけど、うん、すごい。やっぱりなんかこのさ、こういうバルクヘッドの形状とかって見ると、なんか今の35 GTR みたいな形状なのよね。フォルムそうですね。そう、ここまっすぐじゃない感じが。そう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 、確かに。でちょっと隔壁があって、ここに、はい、一回ねあって、こっちにマスターシリンダーと向こうにバッテリーみたいなのって、あちょっと部屋で分けられてるみたいな。もう35と同じなんだよね。でもこれ90年代の車ですから、こう見るとやっぱ90年代が一番車って、うん、お金かかってますよ。成長してるし、そうそうそう、コストかかってるなって感じますよね。であとはね、メンテナンス性もこれいっぱい考えられてる車だと思うんですけど、はい、オイルフィルターここですよ。開けやす、ね、めっちゃ開けやすいよね最高だよね。そうですね、うん、5.1 リッターもいるのか。そうそうそう、でもなんかこういうとこにさ、こうちょっと軽量化してあるような、あー抜いてあったり、ね、形があったりとか、うん、やっぱスポーツモデルなんだなっていうのはこういうとこで感じるんですけど、はい、内装はねすごく豪華ですよこの車。いや見たい、当時のお金のかかってる車って。この車すごいでしょ、ホイールだって AMG の純正のね、ホイールで。でこの車は右半モデルですね。あそうですね、はい、日本でも乗りやすい。もう内装はオールレザーですよ。すごい、ね、ここにウッド調いるかっていう感じですよね。そう、見たことない。メーターなんか純正で、まあ、AMG メーターだけど280キロまで。すごい、あってね、ここにも書いてありますね、エンブレムが。シートももちろん革張り、もちろんだから一時期の C クラスの一番トップモデルって感じだよね。やっぱりなんかベンツってどうしてもこうね、ゆっくり要人を乗せたりとか、はいね、そういうイメージあるけど、はい、やっぱそういうモータースポーツのバックグラウンドがあるから、こういうカスタムしてもすげえハマるんですよ。あそうなんだ。そう、確かに。ちなみに僕が一番好きなベンツって何かっていうと、あ聞いたことないですね、あの W201、 これの1個前の C クラスのモデルなんですけど、はい、それの 190E エボ2っていう、エボっていう名前がついてるんだ。そういう車があって、その車がベースになって DTM に参戦してたっていうモデルがあるんだけど、はい、その車めちゃめちゃかっこいいですそうなんだ。この間富士スピードウェイで実物見てきました。え来たりするんだ日本に。あてか日本にあります本物、DTM 仕様本物がね、あの日本人の方が所有してる。今そうなんじゃないかな。あすごい、やっぱ DTM めちゃくちゃ人気あったから、はい、日本でもね。だから今でも車両が欲しい人がいるんだ、うん、あったりとかね、はい、すごいな。そうで、まあ、ただまあ、日本におけるベンツの扱いって、さっきも冒頭でも申し上げたように、まあ、一時期からもう少しこうフレンドリーなね、まあそうですね、形になってるじゃないですか。そっちにも1台ベンツあるんですけど、そっちはね CLK っていうクラス、はい、CLK クラスのモデルで、もうちょっとコンパクトなクーペ、そうですね、オープンみたいなね形になってるんですけど、これも前に紹介したお車ですよね。そうだね、これも買い取りで入ったお車なんですが、まあいろんなモデル、いろんな大きさとかね、はい、モデル展開していく中で、これどうしてもやっぱり中古になると買い取り価格の方が厳しいと、はい、そうですね、うん、
ベンツに限らず外車そう言いますもんね。そうですね。だから逆に言うとさ、こういう AMG とかはもう特別な歴史的なモデルだから、はい、値段はあるんだけど、おそうじゃない普通のベンツ、うん、はちょっとね買い取り難しいです。厳しいんだ。ちょっとね、逆に最近の車になればなるほど結構より難しいかなっていうところなんだよね。おそうなんですね。そうだけどこのモデルに関してはもう AMG の最初の C クラスっていうことと、うん、あとお客様が長年大事にしていて走行距離はかさんでるんだけど、あの AT のトランスミッションを新品に変えられてたりとか、うん、まあ、そういった思いが大変詰まってるお車だったので、はい、まあまあなお値段でなんだかんだトラスト企画ちゃんと評価してくれるのよね。多分、ね、業界の皆さんだったら一時期この車値段なかったのこととかって分かると思うんですよあそうですね、相場とか調べれば。そうだけど今は巡り巡ってなかなかいいお値段になっているというところなんだよね。まあ、これも旧車の域に入る感じですもんね。そうですね、うん、もうネオクラですね。そうですね、うん、ワイパー1本しかないんですよ。すごい。これワイパーどうやって動くか見たくない？ちょっと見ようか。あ、見たいです。ワイパーはですねここデカアームで1本、男の1本ですね。おおしかもこう動く。阿部ちゃんに見てほしい。すごい。阿部ちゃんに見てほしい。見ました？見たよ動き。なんかこういうすごい。これも AMG ワイパーなのかな。まあ、なかなかね、やっぱ市販車で1本ワイパーっていうのはそうですね、面白いですねこういったところの。そうなんですよ。まあ、なのでね、はい、今回の動画で何をお伝えしたかったかっていうと、まあ、以前の動画でちょっと失礼があって申し訳なかったなっていうのと、うん、あとはこういうベンツ系とか外車系 BMW もそうなんですけど、割とディーラーさんと長く付き合ってる方が多いんです。そうですね、モデル出るごとに買い替えてたりとか、うん、あとはもう下取りに全部ね、あのメーカーさんに任せたってるからみたいな、乗り換えてる時にみたいな、そういう方も多いんですが、まあディーラーさんの下取りに出すよりはもしかしたら、うん、自分が大切にされてきたお車がちゃんと評価されるような、はい、場合がありますよっていうところで ね、はい、ぜひベンツにお乗りの皆さんもこうお車を手放さないといけない時は、うん、トラスト企画にも一歩くださいねっていうところです。そうですね、はい、確かに特に外車でもディーラーだと低いって聞いたりするので、はい、まあ、気軽にね、あのトラスト企画では LINE で問い合わせできるので、まあ、そうすれば時間もあんまり要しませんし、そう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 、まあ、そういうのにね活用してもらえれば嬉しいですよね。まあ、一時期ねトラスト企画外車屋さんになりますとか言ってポルシェ扱ったりしてたんですけど、カイエめっちゃ入庫してた時ありましたねまあ細々とやってますので、はい、外車も、はい、で特にみーくんなんかはベンツ詳しいですから。あ、確かに、はい、あのベンツでねお困りの際はみーくん査定の方にご一報いただければいいかなと思ってますので、はい、あとまあフェラーリとか、そうだね、ロータスとかも、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ただ我々的に、まあ、見せていただきたいなと思ってるベンツは、はい、まあ、私的には190のエボ2ですけど、あ、さっき言ってた、まあ、こちらのね大きけりゃ車が車大きい方のいいんだって言ってるそう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 、はなちゃんに関してはちょっと G クラス、はい、ちょっとお願いしたいところでありますね。そうですね、まだ未だに見れてないですから、はい、まあ、そういったねあのプレミアムな外車も買い取りできますから、はい、まあ、何か困ったらトラス企画にご一報よろしくお願いします。お願いします、はい、売っていただいたオーナーさん本当にありがとうございました。大阪からすごい非常に助かりましたので、そうですね、はい、まあ、そういった形でですね、これからもやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。